あらら、今回じゃないですけど、今回はですね、本日も検証動画なんですけど、今なんか声おかしかったな。ただいまの私の島の日付は、2021年の1月18日でございます。俺の島の季節ゴロゴロ変わりすぎて、もう大変だよな、マジで。昨日は夏だったのに、今日は冬になったりして忙しいな。でさ、まあ、なんで冬にしてんだと話なんですよ。もう、今夏だろうがって話なんですけども、このゲームですね、2021年の7月ぐらいのアップデートでですね、食べ物が3種類追加されたと思うんですよ。わたあめ、わたあめ、わたあめ。あ、全部わたあめになっちゃった。わたあめ、タピオカ、アイスっていうね、3種類が追加されたんですけど、今回こちらの愛知を使って検証していこうと思いまして、このアイスキャンディーを、もう真冬にね、ずっと持ち続けてたら、アイスキンキンに固まって食べられなくなるんじゃないか。こちらですね、視聴者さんがコメント欄で考えてくれた企画です。これで1時間とか放置してたら、A ボタンで食べようと思っても、硬くて食べれねえんじゃねえかみたいな。もう、あずきバーぐらい硬くなって食べられなくなっちゃうじゃないか。目標はあずきバーぐらい硬くすること。まあ、左上がタイマーでございます。さあ、放置スタートでございます。さあ、これでずっと放置しててね、1時間後ぐらいになったら、あずきバーぐらい硬くなってると思うんで。やべ、今日の検証も地味だ、これ。放置するだけの検証だ、今日も。いや、絶対服脱ぐ必要なかったな。俺、タコリーダーガン見してるもん、俺はこの、おお、何？俺の後ろに来たよ、急に。どうしたの？え？ちょ、待って待って、今、ウトカメ見たらめっちゃ怒ってんじゃん。どうしたお前ら。俺、映り気づかなかったけど、こいつらめっちゃ怒ってんじゃん。何があった俺が見てない間に。さあ、30分ぐらいが経過いたしました。さあ、どうだ今のアイスの様子。見た目に特に変化はないですね。一回試しにかじってみましょうか。まあ、食べれるか？ああ、全然かじれて食べれてますね。まだ全然固まってないですね。さらに30分ぐらい放置しましょう。さあ、1時間が経過いたしました。さすがにね、もうずっと放置してたんでね、これ凍ってると思いますよ。まずきバーみたいな感じで、もう食えなくなってると思います。食おうと思ったら歯かけちゃうんじゃないかなっていうぐらい硬くなってると思います。さあ、大ボタン押してみましょう。あれ、よいしょっと、あれ、あれ全然固まってなくね。俺の1時間返してくれよ。